我が城、我が楽園、我が世の春とはこのことだね。あれ、もしかして先生、ベルの声聞こえてますか？聞こえてないですよね。まさかね。おい、騎士団の者たちも戻ってきて、今後教団の者は皆君の意志に従うが、ありがとう。厳しい戦いになると思う。君に頼みがあるのだが。よくやってくれた、感謝する。今の私は領地を失った身。しかし私の貴族としての心はこの身が朽ちようとも、私はエーデルガルトを止めてみせる。一度彼女に刃を向けた以上、それを翻すことは。先生、私の道は間違っていると思うか？そうだな。僕の力じゃ壊れた建物は直せないけど、いつレア様が戻ってきてもいいように、部屋もピカピカにしておかなくちゃ。絶対にレア様を見つけてね、先生。先生。いやー、でもよく集まったもんですね。5年前の約束でしょ。僕は先生に会えるかもと思ってちょっと顔を出しただけですよ。今まではずっと帝国の実家にいましたしね。ま、陛下には悪いですけど、先生に会えた以上僕はこちら側で戦うことにしますよ。してもよろしいですかな。要件を聞こうか。じゃあまたな。すみません。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。いや、またこうして先生にご挨拶できるとは感激であります。5年前は自分も死にかけましたが、もう二度と敵の侵入は許しません。たとえ死神騎士が現れようとも、ここで食い止められるよう善処します。もちろん先生が生きててからですよ。そんな時代にあって5年ぶりに再会できたあなたみたいな人が歴史に名を残す存在になるのかもしれない。頼みを聞く余裕はあるか？
よくやってくれたな。先生。なあなあ聞いてくれよ先生。帝国に戻るわけにもいかなくて、王国と同盟領を放棄。そしたらさ、連中と偶然出会って一緒。あんた、頼まれてくれねえか？おお。お願いしたいことがあるんですが。先生。先生、ご無事で本当に良かったですわ。これから先生がどんな道を歩まれようとも、私が必ずお助けしますからね。遠慮なんてなさらないで。あなたは私の命の恩人なんですもの。先生、セテス様は大司教芸家を創作セイロス正教会が健在であることをオドラの信徒たちに示すためです。その会あって今のところ信徒たちに大きな混乱は生じていません。待ちたまえ。ああ、私は今は騎士というよりは傭兵。もともとフォドラには思い入れが少ないんだ。あんたがいるなら。そうだな。レア様が不在の間はあんたに従う。だがこの先あんたがどんな決断をしようと、レア様の捜索は続けさせてもらうよ。ま、あたしが譲れないのはその一点だ。ああ、ええ、私は帝国から来たのですが、皇帝が引き起こした戦争で、私は戦争を終わらせたい。だからここで。エーデルガルト様、帝国掌握です。当初しかし腐敗する貴族多いです。それ反発した民衆、戦いの趨勢、先生と私たち。僕が住んでた町に帝国軍が攻めてきて、お父さんもお母さんももう帰る家もない。この5年でここにいた修道士たち、しかし我々の帰還を知ればいずれ昔のように。ありがたい。